ミホキュメンタリー。こんにちは、ミホです。今日は朝起きて出かける支度をしてからちょっと時間があったので、ズンバをしてから出かけました。とってもおしゃれな、普段食べないような高級なランチを、お誕生日ということでなんとご馳走してもらいました。いろんな種類があって美味しかったですし、このサムゲタンという料理が、鶏のお肉がホロホロでとっても美味しかったです。最近は外で大人数でご飯を食べたりするのが難しい空気なんですけれども、今年は少人数で何回かお祝いをしてもらいました。お祝いしてもらったものをまとめた映像を作れたらいいななんて思いました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。